新型コロナウイルス感染症板谷さゆりコロナウイルスという言葉を初めて聞いたのは確か今年の1月のことだったと思いますところが今ではこの言葉をニュースで聞かない日がありません皆さんも既にご存知の通り新型コロナウイルスの感染が 止まりまりせん初めは外国で発生した病気で自分たちにはあまり関係のない病気だと思っていましたところがこれは対岸のの火事でではなかったのです当初は感染の原因がはっきりしていたのにだんだんどこでどう感染したかわからない患者が増えてきました しかも感染しても発病する前症状に気づかないうちに別の人に感染を広げる可能性があるということですからこれは本当に怖いことです。さらにお年寄りや持病のある人は重症化しひどい時には亡くなってしまうこともあるので82歳の母がいる私にとっては深刻な問題です。 日本では、感染の急激な広がりを抑えるため、3月から小中学校・高校の臨時休校が実施されました。3月の学校といえば、卒業式という大きな行事がある時期です。卒業式ができなくて、卒業証書が送られてくるとか、規模縮小や時間短縮で行うなどの 学校が多いそうですまた人がたくさん集まると感染の危険性が増すということでイベントやコンサートの中止遊園地や娯楽施設の一時閉鎖プロスポーツの無観客試合など過去にはなかったことが次々と起こっています。こうした今 私たちができることは咳エチケット咳・臭みをする際にマスクやティッシュハンカチ袖を使って口や鼻を押さえることを守ること正しい手洗いをすることパニックを起こさず冷静に行動することぐらいでしょうか早く誰か 特効薬を開発してくれないかと祈るばかりです。